雪山は気温が低い。普通の果物の木がここで生存するのは難しいだろう。だがもしいつか雪山に花園や果樹園ができたら、人々が雪山に近づく理由も増えるだろう。もしかすれば生命こそ人を引きつける根本なのかもしれない。生命は様々な予期しない形で様々な不思議な環境に存在する。神秘的で粘り強く、それこそが生命の究極たるところなのだろう。